横浜カルバリーチャペルクリスマス音楽礼拝にお入れくださいまして、心から皆様を歓迎いたします。今年もこのような中ですけれども、ウェアンテ・フォーマン先生、ルリコ先生をお迎えしての特別な礼拝を捧げできるこのことをとても嬉しく思います。またお集いになられた皆様には、当教会の感染防止対策にご理解ご協力いただいていることを心から感謝申し上げます。それでは2020年12月13日クリスマス音楽礼拝を始めます。総額のうちにしばらく静かな祈りの時を持ちましょう。祈ります。愛する天のお父様、皆を褒めたたえ賛美します。この聖日、主の教会で共に礼拝を捧げていきます。この幸いを心から感謝します。街がイルミネーションに彩られる季節となり、いよいよクリスマスが迫ってまいりました。この地上に幼子として生まれてくださった主イエス様を、この時喜びを持って待ち望みます。しかし今世界は戦いの中にあります。どうぞ平和の主がお一人一人の問題に解決を、戦いに勝利を、病に癒しをお与えくださり、兄弟姉妹皆様の心が守られ平安でありますように。今日礼拝にボーマン先生、ルリコ先生をお迎えできたことを心からありがとうございます。このクリスマス音楽礼拝を豊かに祝福してくださり、天を開き、その演奏を通して、御言葉を通して、主の素晴らしい皆が崇められる時となりますように。聖霊様、あなたを認め歓迎し感謝し委ねます。どうぞ力強くお働きください。お集いになられたお一人一人のお祈りに合わせ、私たちの救い主、主イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ご起立いただきまして、共に主の祈りを捧げてまいりましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ご起立のままでクリスマスの賛美歌、メリークリスマスイエス様が生まれた、急ぎゆきて拝まずや、共に賛美してまいりましょう。
ください。本日のメッセージの聖書箇所を読みいたします。ルカによる福音書第1章26節から38節、新約聖書83ページです。新約聖書の83ページ、ルカによる福音書第1章26節から38節。6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ナザレというガリラヤの町の一処女のもとに来た。この処女はダビデ家の出であるヨセフという人の言い名付けになっていて、名をマリアと言った。御使いがマリアのところに来て言った。恵まれた女よ、おめでとう。主があなたと共におられます。この言葉にマリアはひどく胸騒ぎがして、この挨拶は何のことであろうかと思い巡らしていた。すると御使いが言った。恐れるな、マリアよ。あなたは神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、意図高き者のことを唱えられるでしょう。そして、主なる神は彼に父ダビデの王座をお与えになり、彼は常しえにヤコブの家を支配し、その支配は限りなく続くでしょう。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそんなことがありえましょうか。私にはまだ夫がありませんのに。御使いが答えて言った。聖霊があなたに臨み、意図高き者の力があなたを覆うでしょう。それゆえに、生まれ出る子は聖なるものであり、神の子と唱えられるでしょう。あなたの親族エリサベツも老年ながら子を宿しています。不妊の女と言われていたのに、早6ヶ月になっています。神には、何でもできないことはありません。そこでマリアが言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そして御使いは彼女から離れていった。アメン。ただいまより、ボーマン先生、ルイコ先生による特別賛美とメッセージがございます。そして本日のメッセージ、ゲストの紹介を当教会牧師、柴田純一先生よりただいましていただきます。皆様、クリスマスおめでとうございます。イエス様のご降誕、心からお祝い申し上げます。本日は、大変今コロナ感染者増加の中で、皆さんお集まりくださいまして、またクリスマス、そして先生ご夫妻を迎えることができましたことを心から感謝します。感染対策のため窓が常時開いたりして、お席によっては寒いところもありますので、お手を挙げくだされば膝掛けなどお持ちいたしますので、ご遠慮なく係の
スタッフに申し出ていただければとそう思います。もう町はもう11月ぐらいからでしょうか、教会はですね、大体まあ12月アドベント、11月の最後の週からアドベントが始まりまして、クリスマスツリー飾り付けをするんですが、もう街を歩いていますと、それ以前にもう10月、もうハロウィンが終わったらもうすぐにクリスマスの雰囲気でですね、ショッピングモールももうですね、パチンコ屋もどこも飾り付け、パチンコ屋入ってはいないですけど、前を歩いてた第一礼拝で私パチンコ屋の話をしたら、先生は入ってないと思いますがって、わざわざ解説してくださったのでありがとうございました。もうどこもクリスマス意識でありますけど、でも皆さん今日はですね、クリスマスは飾り物ではないということ、私たちの心の中に救い主イエス様、まことのクリスマスを今日私たちはここにお迎えしようと、そんな思いを持って私も参ってまいりました。さあ皆さんの、ゲストボーマン先生ご夫妻はもう大変皆様にはもう馴染みの深い先生ご夫妻でありまして、もう十数年にわたってこの教会でクリスマスの時期になりますとですね、コンサートあるいはこの礼拝でお越しくださっております。大変なスケジュール、この時期の中、またコロナ禍の中おいでくださった先生ご夫妻には皆を代表して心から感謝を申し上げたいと、そのように思います。先生はですね、スウェーデンから、来られて、皆さんのお手元のプログラムにありますように31年間にわたり東京交響楽団の首席チェロリスト、皆さん首席チェロリストになるだけでもすごいことだと思う、想像のつかないことですが、それを31年間もお務めになるなんてことは聞いたことがないような気もいたしますが、そんな素晴らしい音色をお届けしてくださるわけですね。また大学で教鞭も取られたり、また山岳写真家でもあって、後ほど写真集も販売されておりますが、ご覧いただければと思いますが、先生がこの国に来られた第一の目的は宣教師として、キリスト教のこのイエス様の、イエス様が来られたことをお伝えするために来てくださった先生であります。この先生を通してですね、先生ご夫妻を通して今日も素晴らしいメッセージと、そして素晴らしい天の音色を私たちは心で、この魂で受け止めさせていただきたい、そのように思います。ノーベル賞の国スウェーデンから来られたボーマン先生ご夫妻、大きな拍手でお迎えください。
メリークリスマス。まあ、あと1週間残ってますけれども、この時期は、先生言われた通り、このアドベントってね、ちょうど、イエス・キリスト、生まれる前のスウェーデンでだと、まあ、日本の教会もよくあるんですね。4つのろうそくがあって、最初の日曜日はろうそく1個、第2、2つ、第3、3つと、クリスマス礼拝はもう4つのろうそくを、点灯してます。まあ、この時期はもちろん非常に素晴らしい、このイエス・キリストの子たの、ね、望んでる時期であります。それで少しクリスマス音楽も演奏します。まあ、今の曲は主に向かってハレルヤ歌いましょう。もう私たちは今だいたい40年間ですね、いろんな教会をずっと演奏してるんですね。この曲はもう40年間ずっと演奏しています。ボーマン、ちょっとレパートリー足らないのかなって、もうちょっと新しい曲を選んだ方がいいんじゃないかと思う人もいるけれども、多分最後までは、この曲をやると思います。なぜというとね、これはフィンランドの素晴らしい、リバイバルの時、私たちはこの歌初めて聞いたんですね。すごい感動してたんですね。そしてこの歌詞、非常に大切なことを語ってるんですね。それは主に向かって、神様に向かってこの言葉ハレルヤ歌いましょう。ハレルヤはヒブル語ですね。これは旧約聖書の言語の中に出てくる言葉ですね。非常に素晴らしい意味になるんですね。この言葉ハレルっていう、これは賛美とか褒めたたえる。そして何を褒めたたえるというと、この言葉の最後のイヤーですね。まあ、これ正確言えばイヤウェですね。これは旧約聖書の神様の呼び方っていうね、一番大切、聖なる言葉であったんですね。もちろん当時は印刷機がないんですね。これをスクロールの上にこの旧約聖書をずっとコピーやってたんですね。けれどもこの言葉イヤウェ書くときは、まずその書いてる人が新しい洋服、お風呂を履いて体をきれいにして興味して、その時初めてこの言葉を書くことができる。あんまり聖なる言葉であって、そのようなことでこの旧約聖書の中にこの言葉いろんなところ出てくるんですね。まあ、日本語の聖書は大体それ訳してるんです。主を褒めたたえましょうって訳してるんですけれども、けれどもやはりですね、私たちの目的はこっちにあるんですね。神様を褒めたたえる、これは音楽の一番大切なポイントだと思っています。たくさんクラシック作曲家はこんなようなことを考えて音楽を作ったんですね。その中、ヨハン・セバスティアン・バッハ、彼は曲の最後に書くのは SDG、 ソーリ・デオ・グロリア、神様の栄光のみっていう言葉を最後に書くんですね。まあ、この言葉ハレルヤと非常に似てる意味になります。それでは続けて、クリスマスでよく聞くことはできる、東京編行っても流れてると思います。パチンコ屋の外でも聞こえるらしいですね。私はまだ聞いてないけども、でもとにかくですね、これは、このクリスマスという特別、私たちはビジネスのためにクリスマスをやってるんじゃないんですね。やっぱりイエス様の素晴らしさ、彼の目的、なんで来たのかっていうね、それがクリスマスの一番大切な時期ではないかなと思っています。それではバッハ作ったピアノパート、これはプレリュードというなってて、私演奏するのはバッハじゃない、これはチャールズ・グノー、彼作った曲、それはバッハのプレリュードの上の瞑想曲っていうのが一番最初の題だったんですね。その後このイエス・キリストの誕生について語ってる歌詞になったんですね。今日読んだところですね、このガブリエルの天使が来てマリアのところに来たんですね。そしてラテン語で一番最初の挨拶、これはアーヴェ・マリアっていうんですね。そっちからたくさん曲が出てくるんですね。
それが今日は2人作曲家のアヴェ・マリアを演奏するんですね。バッハ・グノーの曲です。今度はとても古いクリスマス歌を演奏します。これはもともとドイツで生まれた歌ですね。エッサイのね夜という、ね、日本語の題があります、けれどもこれはドイツ語ではちょっと違ってるんですね。それは Es ist ein Ros entsprungen。 この意味はバラが咲いた、なんか春の歌みたいになっちゃうかもしれないけど、実はですねこの意味は暗い夜、冷たいところで急になんか美しいバラが咲いたという、そしてその例え、それはイエス・キリストはこの世に生まれて、この世は戦争、苦しみ、大変なこといっぱい起こってしまってるんですね。それは聖書に言うと暗闇の中に人間の問題だらけ、その中に美しいバラが咲いてるっていうね、人間の助けになるものです。それではこの曲、古い賛美歌モーバンソーで演奏したいと思います。
それでは、もう一つドイツのクリスマス歌、これはだいぶ数百年後に作られた曲になります。この歌はマリアの子守歌、そして作った方はマックス・リエガ、ドイツのライプツィッシュの教会のオルガン奏者でした。1900代でこの曲を作った。とっても可愛い、美しい旋律、マリアの子守歌。この辺で拍手すると、せっかく寝たイエス様が起きてしまうという。それではですね、続けてセルゲイ・ラフマニノフが作ったボーカリス。ラフマニノフはロシアの生まれですね。その後アメリカに移りましたんですけれども、彼は実は教会の礼拝音楽ってすっごい綺麗なものを作ってるんです。これはロシア正教のためのコールスとかメロディーの名人と言ってもいいと思います。非常に美しい旋律を作ってるんですね。これは特にこのボカリースの中にすごく感じるんですね。それではこれ歌のためですけれども、歌詞はないんです。それで楽器でもよく演奏されている曲、ラフマニノフのボカリース。
それではもう一曲、バッハの音楽を演奏します。これはですね、バッハ作った、まあ、コラル・フォー・スピールというね、コラルの賛美歌みんな歌う前に、その戦争曲みたいなものになります。でもこの戦争曲意外と長い、5分ぐらいかかります。みんな歌待つだけで。でもこれは実は、まあ、前は無伴奏で、バラが咲いたという非常に古い歌けれども、これもさらに古いんです。もう私している限りですね、これは多分一番、楽譜に書かれている歌、古い歌ではないかなと感じているんですね。なぜというと AD300 年あたりできているんですよ。ということはもう1700年前の音楽という、まあ、当時もちろん楽譜がなかったんですね。けれどもですね、世代から世代ですね、もうずっとその辺で歌を覚えてたんですね。まあ、その後少しずつ音楽が複雑になって曲が長くなったり、そうすると修道士が、楽譜マス線一本ですね、これ上上がるか下に上がるか、でもリズムの書き方は全くなかった。あとは2センチになって、3センチ、4センチ、まあやがて5センチになってですね、そしてリズムも書くことができて、けれどもこのような古い音楽、前もそうだったんですよね。この私弾いたのは何拍子っていうね、もう分からないんですよ。これ3拍子、4拍子、2拍子が何だっていう、全くができないんです。もうこれような音楽ですよね。これは実はこの作った方はアンブロシウスという、ミランの教会の牧師だったんですね。まあ、そして彼は実はたくさん歌を作ったんですね。その賛美、あの教会は非常に素晴らしい、とにかくですね盛んですよね。そう、私間違ってるともう家内もおかしくなってるまあとにかくですね、このような、ね、素晴らしい賛美がこの中一曲残ってるんですね。もう非常にシンプルけれども、とってもなんか素晴らしい、もう数えたら6つの違い音しかないんですよ。それをどうふだ組み合わせてやるという非常によくできている曲ですね。そしたら4フレーズがね、こうあるんですね。そうするとこの歌は実はルッターが宗教改革の時、プロテスタント教会の中に持ってきたんですね。当時はラテン語で歌ったんですね。それがもう普通の人がわからないんですよ。そうすると彼はドイツ語のテキストを作ったんですね。そのテキストはまた日本語に訳されたんですね。それはちょうどバッハ作った編曲によってこれから演奏しますけれども、そして日本語の歌詞もとても素敵な歌詞にあります。今こそ、来ませ神の子という、の意味のこのような、題つけてもいいと思うんですね。まあ、Nun kommt der Heiden Heiland というね、これはドイツ語の、歌詞になりますけれども、まあ、とりあえず、日本語はこういうふうな訳しています。今こそ来ませ、この世のためにマリアに宿る神の子イエスよ、ミサより下り罪とが置いて我らを救い源に帰る、新たな光まぶねの中に輝く渡る正解の望み、父なる神と一人の御子と御霊の神に見栄えあれや。このような歌詞、
ルーターからさらに日本語になっています。それではですね、この歌を演奏する前にアンブロシオス作ったオリジナルの曲メロディーね、これを模伴奏で弾いてみます。その後バッハ作ったもので、よく聞いてると最初私演奏しているアンブロシオスのメロディーがどこかピアノの中に出てくるんですね。それではバッハの曲を演奏しますと、アンブロシオス。Thank you.
でお祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。主よ、あなたご自身が私たち一人一人を神のこと、本当にイエス様を信じることができる信仰へとお導きくださったことを覚えて感謝いたします。イエス様、どうぞあなたご自身が主人の上に豊かに臨んでくださって、神が使わしたものは神の言葉を語る、なぜなら聖霊を豊かに賜るからであるという御言葉を成就してくださり、主ご自身がまず主人にお語りくださいますように、またこの小さきものを覚えてくださって、第一コリント人の手紙の2章の中で、人の心はその人の霊しかわからないように、神の御心は聖霊のみぞ知るとあります。イエス様、どうぞこの小さきものをも憐れんでくださり、帰り見てくださって、神様ご自身が本当にこの聖霊様を通して、主よ、あなたの御心をはっきりとお語りくださって、言葉から言葉によるところの通訳ではなくて、聖霊様ご自身の働きの中で主が喜ぶところの務めを果たすことができますように、主を助けてください。天の窓を開いてくださって、どうぞ私たち一同の上に、あなたご自身が豊かに臨んでくださり、神様ご自身が本当に私たちに与えようとされている命の糧が私たちの心にしっかりと植え付けられて、日々の生活の中で、主よ、この今日のメッセージ、今日の御言葉が必要な時には、主よ、あなたご自身が私たち一人一人の記憶力に働いてくださって、その御言葉を、そのメッセージを思い起こしてくださって、神様どうぞ私たちが主からの励ましを受け、慰めを受け、そして神様ご自身の愛がどのように深いものであるかを実生活の中で体験することができますように、聖書の言葉にのっとって生きることができますように、主を助けてください。私たち一同の上に、主を あなたご自身が、このイザヤ書の中で救いの兜をかぶっているとあります。どうぞ私たち一同の上にも救いの兜をかぶらせてくださって、いろんな思いから解放してください。神から出ないものは本当に弾いてくださって、主ご自身が与えてくださる命の糧が私たちの心にしっかりと宿ることができますように、主を助けてください。世界中で持たれている礼拝の上にあなたは臨んでくださり、それぞれの恩物を聖霊の力で満たしてくださり、主よ、あなたが喜ぶところの務めを果たしていくことができますように、主を助けてください。イエス様、弱っている方々の上にあなたが本当に臨んでくださって、あなたが本当にこの父なる神は私たちが祈る前から何が必要であるかをご存知であると、マタイの6章の御言葉を成就してくださって、それぞれの方の必要を与えください。失望の中にある方には希望の神として、慰めを必要としている方には慰めの神として、励ましを受け必要としている方、また忍耐が必要としている方には忍耐の神として出会ってくださいますように、イエス・キリストのお名前を通して感謝してお願いいたします。アーメン。ちょっと英語を話します。そっちの方がやりやすい。家内は割と自由な訳になると思います。言葉通りではないって祈ってるから、それはほとんどで言葉通りにならない。ただ意味が一番大事ですよ。たまにね、このあんまり言葉充実すると、なんかちょっと意味が伝わらない時があるんですね。そう、家内はだいたい大きな部分の日本語の言葉を出してます。はい、じゃあとりあえず今の So we have played many pieces and the name Mary comes very often。 まあ今日お弾きしました曲の中にはマリアという方の名前がですね、何度か出てきました。 And this is of course she gave birth to the Son of God。 神の御子をですね宿し、そしてお産みになった方であります。 So this is of course not a normalしかしながら、このイエス様の誕生というものに関しては普通の出産ではなかったということです。 There are so many unusual things concerning this birth. このイエス様のご誕生に関してはですね、たくさんの不思議なことがありました。 Already before he was born, so many prophecies was written about Jesus Christ. イエス様がこの地にお生まれになる前に、すでにですね、その救い主に関して、イエス様に関しての記事はたくさん聖書の中にあるわけです。 Some scholars has counted to 332 prophecies in the Old Testament concerning the Messiah. そして救い主メシアが来るというですね、そのことに関して旧約聖書の中にある学者が数えたところによりますと、332の予言があったということを語っています。 Andit was decided where he should be born. どこに生まれるか。Bethlehem.
それはベツレヘムです。And the prophet said it should be Bethlehem, but actually Mary and Joseph, they were living in the north, in Nazareth. 実は予言ではですね、このメシアはベツレヘムに生まれる。しかしながら、ヨセフとマリアはベツレヘムには住んでおられませんでした。ナザレに住んでいたのです。But they had to go to the hometown of Joseph to register for the taxes. しかしながら、このヨセフが生まれ育った地であるところのベツレヘムにですね、この税金を払うための申告をするためにですね、戻らなくてはならなかったのです。So it was perfectly according to the prophecy she gave birth to Jesus in Bethlehem. ですから予言通り、マリアはベツレヘムにおいてイエス様をお産みになりました。And the prophets also said that this Messiah, the comingMessiah was going to be born by a virgin. そして予言の中には、このメシアは救い主はですね、処女から生まれるとも予言されていたんです。And his title is to be Emmanuel. そしてそのタイトルはイマニュエルというタイトルも付けられていると。Which means that God is with us, living with us. イマニュエルというのは神我と共にありと、本当に神様がいつも私たちと共に一緒に生きてくださるという意味でもあります。So now when I look on the church, everyone is sitting separated.今日私がこちらから見させていただきますと、皆さん間隔を置いてお座りになっておられます。3つの問題。 But with Jesus Christ, it's not 3密 at all. このみんなですね、この3密にならないように距離を置いてということですけれども、イエス様は私たちに距離を置かれる方ではなくて、私たちと共に一緒にですね、生活し共にいてくださる方と聖書は語るのです。 He is living with us. He is living within us. イエス様は私たちと共に、そして私たちの心に住むことのできる方であると聖書は語るのです。 So that's the meaning of this word, Emmanuel. それがイマニュエルという言葉の意味です。 So Jesus, he is our best friend. イエス様はまた私たちの最も素晴らしい友でもあるということをですね、聖書は語るのです。 So Mary gives birthto Jesus Christ, although she was virgin. So this birth was not with human seed, it was from the Holy Spirit, this place says. そしてマリアは処女であり、処女が子を宿して、そしてイエス様を産む。そのためにはですね、この神様のこのですね、御霊によって、聖霊によって宿るものであって、普通の誕生とは違うということを聖書は語るのです。And evenA barren woman, Elizabeth, she also gives birth. しかもエリザベスもですね、不妊の子であったエリザ、不妊の女性であったエリザベスも、このですね、身ごもって、子供をですね、宿しているというようなことも言われました。Isn't this amazing? The most impossible things for man is possible for God.この人にとっては不可能と思われることでも、神にとっては不可能ではないということを語られたんです。So I think it is natural with the mostAmazing miracles. When God is born, it is no problem. 神様が人として来られるというのですから、私たちが本当にですね、考えることもできないほどの不思議なこと、そしてですね、人間にとっては不可能と思われるような方法でもって宿り、そしてこのですね、胎に宿り、そして生まれる。これはもう神ですから、それに人にできないことができる神ですから、それは普通のことなのではないでしょうか。And then angels.Is appearing and announcing all these things. しかもそれらすべてのことを御使いがですね、マリアのもとに姿を現されて、そしてお伝えになったということです。So I was born in Sweden 69 years ago. 69年前私はスウェーデンで生まれました。But there was no angel appearing to my mother and coming and saying, "Now you are going to give birth to a son, and his name is going to be Bernd." 私の母のところに御使いが来てですね、これからあなたは男の子を産みますけど、男この子を産んだらですね、名前をベアンテとつけなさいなどと母は言われていません。You see, that is not normal. No one has an appearance like this. それはもう普通ですよね。誰も御使いがですね、マリアのところに来たようなそのような経験をして子供を産んでいる方はおられないんです。And you think about the angels. That is what you see in the Christmas play. このですね、御使い、天使、それはまあクリスマスの時にはですね、現れるかもしれないけど。ちっちゃな幼稚園生でね、羽をつけてですね、
かわいいかわいい、あの羽をつけた、このエンジェルのような、それが見つかると思うかもしれません。まあそれもかわいいけど、でもそれは本物じゃないんですよ。 So there are so many angels appearing in the Bible. 聖書の中を見ますと、さまざまな見つかりの見つかりが表されています。 They have enormous powers. 彼らたちはものすごい力を持っています。 Some are warrior angels. ある見つかりたちは戦う戦士。Some are worshiping around the throne of God. 神様の御座の周りで、神様ご自身を褒めたたえる賛美を捧げる御使いがいます。 Some angels are personal angels to our lives. そしてまたヘブル人の手紙の一章にありますけれども、この主を信じる者に対してですね、使えるところの御使いというのがですね、この書き表されています。 That we cannot see them right now.But I believe there are angels in this room. まあ私たちは今ここで見えませんけれども、この部屋にも御使いがおられるということを思うのです。And then there are the fourth group, and that's the messenger angels. そして4つ目のグループ、それは神様からのメッセージを携えてくる御使い。And this is Gabriel. This is the chief one that is appearing many times in the Bible. そして御使いガブリエルという名前が出てきましたけれども、これは神様からのメッセージを伝えるところの天使長でもあります。そして何度も聖書の中に、旧約聖書の中にも現れてきます。 And when he speaks, it is very important messianic truth from God directly. そして彼がですね、使わされるとそこに語られる言葉は神様からの直接のメッセージを彼はですね、携えてくるんですね。 So here he is announcing this very important birth of the Messiah Jesus.救い主イエス様に対してのですね、ご降誕に関してのとても大切なメッセージをこの御使いガブリエルはですね、マリアに告げたのです。And his name was to be Jesus. 彼は言いました、その子をイエスと名付けなさい。And that is a Greek name. これはギリシャ語の名前ですけど。And I think it is to make the name international. そしてこれはですね、世界中でも知られています。But it comes from the Hebrew name Yeshua.しかしな、これヘブル語で言いますと、ヨシュアという名前になるのです。And that means that Yahweh saves. それはこのヤウェの神、神がですね、救いをもたらすという意味です。So already the name Jesus means that he is going to be the savior of the world. ですから彼をイエスと名、イエスと名付けなさいということは、この世の救い主、そういう意味を持ったところ名前が付けられたのです。And also we see immediately here thatIt is a human woman, Mary, giving birth to a son that is actually not the origin of human mankind. そしてこのマリアは本当にこう産みますけれども、その子に名付けられるその子供というのは、この人間的に考えたところの父親ではない父親を持っているということもですね、そこで語られています。So as in this chorale that Ambrosius wrote, actually he says,He comes from God and he returns to God, to the throne of God. そして先ほどバッハの前のですね、前奏曲としてアンブロスのですね、曲をお聞きしましたけれども、そこの歌詞にはですね、彼は神から来て、そして神のもとに戻る。神、そして彼は神であったという歌詞がついているのです。I have been playing now for 31 years in the orchestra. 31年間私は東京交響楽団で演奏していました。And, I came into the orchestra not knowing almost nothing about the orchestra repertory. まあ私はオーケストラに入団した時にはあまりオーケストラのですね、このと曲を演奏したことがあまりなかったんですね。I knew some of the Beethoven symphony like 運命 or things like this. まあ運命とかとても有名なベートーベンのですね、交響曲を弾いていたことはあります。But then we come to rehearsal and we are playing Gustav Mahler. ある時ですね、グスタフ・マーラーの曲を練習することになりました。And I have never played a piece by Mahler. 私は一度もですね、このマーラーの曲を弾いたことがなかったのです。And we practiced some days. 何日か練習をして、And then suddenly,
A choir is entering. そうしますと、ある日ですね、コーラスが入ってきました。I didn't know that Mahler composed a symphony with a big choir and soloists. そして私はマーラーがですね、その合唱と、そしてソリストを含めたところの曲を書いているというのを知らなかったんです。And it was the second symphony. それはマーラーの、大交響曲2番です。And it is called the Resurrection. それは復活という題がついています。And I was...In the end, I was playing, and then the choir entered. まあこのオーケストラが演奏し、そこにコーラスが入ってきます。And it was so beautiful, I started to cry. あまり美しくてですね、私は涙が出てきました。And what they were singing, Auf Erstehen, that means he is resurrected. そして合唱隊が何を歌っているかと言いますと、この復活だと言って歌っているのです。And it was so strong that I could not keep my tears back. そのですね、もう合唱がですね、コーラスが、蘇った、蘇った、復活だと歌っている、そこで私はですね、もう涙が流れて止まることができませんでした。And then the soloist comes and sings like this. そうしましたら、そのコーラスの後、ソリストが、Ich komm von Gott.Gott, ich gehe wieder nach Gott. 私は神からで神のもとに帰るとソリストが歌うのです。And I thought, wow, this is really Bible. 本当にこれは聖書そのものだと思いました。This is Jesus Christ coming to this earth, born in human flesh. イエス様がこの人としてこの地に来られ、and returning to his God. そして彼は父なる神のもとに戻られた。Maybe you wonder why did this Christ, Messiah, have to be born into this world? なぜイエス様はこのように、この生まれなくてはならなかったのかということです。Actually, he was born to die. 彼は死ぬために来られたんです。He was here before the God spoke through the prophet. Now in the end times, he has spoken through his son. ヘブル人の手紙の一章の一節を見ますと、かつては本当に人たちに対して預言者を通し様々なものを持ってですね語られました。しかしこの終わりの時には御子によって語ったの神は御子によって語ったのですということをですね、神は昔は預言者たちによりいろいろな時にいろいろな方法で先祖たちに語られたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られたのであるとあります。He came to speak and proclaim the kingdom of God. 神様は、このイエス様はですね、神の国がどういうものであるか、それをはっきりと、また神がどのような方であるかということをはっきりとお語りになったのです。And the end was to die on the cross. そして最終的には十字架に釘付けにされて殺されました。But that was also prophesied in the Old Testament. しかしそれもすでにですね、旧約聖書の中に予言されていたことでした。He became the sacrificial lamb that was sacrificed for the sins of the world. このような罪を贖うために、人々を罪からですね、贖うために、この子羊、神の子羊となってですね、そしてこのご自身を十字架で捧げるという予言でありました。 So he came to give life. イエス様は私が来たのは命を羊たちに命を与えるため、人に命を与えるためとヨハネの十章で語りました。 And I think it's very interesting that the angel is here proclaiming some very important truth. この御使いはですね、マリアに対して非常に大切なこのことを語りました。 It says two times that he was to establish eternal kingdom. この、このですね、彼は永遠の王権を王座をですね、この立て上げるのだと言われたのです。And actually, it is the kingdom and the, of David that is going to be continued in Jesus Christ. そしてこのダビデの王座はキリストにあって長く続くということを言われたのであります。And actually, we have to go back to the Old Testament to find out what kind of promise the angel is referring to here. この御使いがマリアにですね、この神様の約束というものを持ち出してダビデの王座と言われました。けれども、じゃあそれが具体的にはどういうことを意味するのかというのを旧約聖書で見ることができます。So let's read 2 Samuel. 第二サムエル記下ですけれども。And chapter 7. 7章。And verse 12 to 16. 12節から16節を読みします。
あなたが日が満ちて先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る子をあなたの後に立てて、その王国を固くするであろう。彼は私の名のために家を建てる。私は長くその国の位を固くしよう。私は彼の父となり、彼は私の子となるであろう。もし彼が罪を犯すならば、私は人の杖と人の子の鞭を持って、彼を懲らす。しかし、私は私の慈しみを、私があなた方の、あなたの前から除いたサウロから取り去ったように、彼からは取り去らない。あなたの家と王国は私の前に長く保つであろう。あなたの位は長く固くされる。So this was a promise given to David that lived 1,000 years before Jesus Christ. イエス様はこの地にお生まれになる人として来られる前のですね、千年前にこの約束はダビデに与えられました。And David was promised that you will have a kingdom that will last forever. そしてこのダビデに対して、あなたの王国は永遠に続くものとなると約束されたんです。And if we look on the physical kingdom of Israel, we see that several hundred years the sons of David continued to reign. まあこのようにあったところのこのですね、このイスラエルの国というものを見ますと、ダビデの後継者がですね、何代かは続いてそのイスラエルの国はありました。But then comes the big problem of Israel's sin, and they were actually captured, and the city of Jerusalem destroyed, and they were brought into imprisonment in Babylon. ところがイスラエルの民がですね、本当に偶像崇拝をしたり罪を犯したことを通して、このエルサレムは崩壊し、そしてですね、バビロンの捕囚という時代があったわけです。It was a time of 70 years. それはまあこの17年。その後もですね、バビロンの捕囚が終わった後も、このいろんなことがあって、そして AD70 年にですね、ローマによって、この支配下に入ってしまったわけです。So we would say that, yeah, the promise of David, it seems to justDisappear after a few hundred years. もう何百年かは続いたけれども、ダビデに約束した王国というものは消え去ったではないかということを見ることを思うんですね。But here comes this very important point that actually Jesus was the one that fulfilled the promise to David. しかしながらこの御使いが言われたように、ダビデの王座というのがですね、イエス様によって確立していく。そのことによって、このサムエル記の下のですね、7章で主がダビデに約束されたこのダビデの王国というものがイエスキリストによって確立された、成就されたということです。Now, Jesus, the problem that the Jews, when they were waiting upon the kingdom, they were thinking about a physical kingdom of Israel, deliverance from the Roman oppression.実は当時イエス様はこの地にご降誕された時のイスラエル人たちのユダヤ人たちは何を考えていたかと言いますと、彼らが期待していたメシアはこのローマの支配からですね、この解放してくださってイスラエルの国をですね、再建してくださる、それがメシアだと思っていたのです。 And even the disciples, they thought that Jesus, he was going to establish a great kingdom. この弟子たちもですね、蘇られたイエス様に対してですね、今こそイスラエルを再建してくださるんですかと、人の働きの中でですね、イスラエルのために国を復興されるのはこの時なのですかと弟子たちはイエス様にですね、尋ねたわけです。 But Jesus says, No, my kingdom is not of this world. イエス様は、しかし私の王国はこの地に属するものではないと言われたのです。 I will establish a spiritual kingdom. イエス様は目には見えませんけれども、霊的な王国を立て上げたのです。 A kingdom that will last forever. そしてそれは常しえに続くところの永遠の王国であるということです。 So there are so many prophecies in the Old Testament concerning the kingdom. この旧約聖書の中にこのイスラエル王国というものがですね、ずっといろいろ語られています。 And some prophecies actually prophesying about a spiritual and a physical kingdom on this earth filled with peace. このですね、予言の中にはやがてイエス様はこの地に再臨されて、この地においてですね、
この千年の間、平和なこの、ね、王国を立て上げるということも予言されているのです。So actually, one half of these prophecies about the kingdom is fulfilled in Christ. 実はこのですね、予言の中の王国に関する予言の中の半分は、イエス・キリストによってすでに成就した状況になっています。But one half is not yet fulfilled. しかしながら、その半分はですね、まだこれからですね、黙示録の中に出てくるような千年王国というのはまだこれからなのです。So Jesus will come back. イエス様はまた再臨される、この地に再びやってくるという約束があります。And he will reign for 1,000 years. そしてやがてイエス様はこの地上で実際に統治されて、千年の間イエス様が統治するということが黙示録にあるわけです。For the first time on this earth, we can have a kingdom of peace. そしてイエス様が実際にこの地で統治される、この地球にですね、残られて統治されるときに、初めてこの地球はですね、平和な時、歴史の中で初めて平和というものが世界をですね、そのような時が来るということが予言されています。But that is revealed to us much later, and that is in the book of Revelation. しかしながらそれは今ではなくて、本当にやがてそのようになると黙示録は語っているのです。But what I want to deal with, this is the spiritual kingdom that Jesus Christ wanted to establish. しかしながら実際今は神イエス様ご自身が目には見えませんけれども、御国をこの世にもたらしてくださったという事実があるということなんです。And this kingdom is going to last forever. そしてその王国はですね、永遠に続くものだと言われたんです。And for those who believe in Jesus Christ, they are a part of His kingdom, the spiritual kingdom. そしてこのですね、イエス・キリストを信じたなら、御国の民と言われる、まあ霊的にですね、神のことされ、そして御国の民とされていると聖書は語るのです。So I am have a Swedish passport and I am a Swedish.私はスウェーデン国籍でスウェーデンのパスポートを持っています。But in my passport it is written permanent residence in Japan. しかし私のパスポートには日本の国のですね、この一つのスタンプがあるんです。それは永住権というふうなスタンプがあります。Which mean I can live in Japan just as a Japanese.And I pay my taxes and I receive my retirement and everything is exactly like the Japanese. まあ私はですね、そのことによって日本の方と同じようにこの日本で住むことができます。そして税金も日本国に払っていて、年金も日本国からもらってます。ちょっとしかないけどな。まあ、anyway, you see that it says permanent.しかしそれはずっと私がこの世で生きている限りですね、続くわけです。 But in one way, it is not permanent. しかしながら永住権とありますけど、私は永遠にこの日本で住むわけ、生きるわけではないわけですね。 So I am now 69 and how many more years will I live? 10, 20, I don't know.私は今ですね、69歳です。あと10年生きるか20年生きるか分かりません。But you see, it comes one day that that passport of Bowman is not used anymore. しかしながらある日、このスウェーデンのですね、パスポートが用を足さなくなる時が来るわけです。It is when Bowman is deceased and there is just ashes left of this man.私は死というものを迎えたならば灰になってですね、もうボーマンの存在、この肉体というものを見ることはできません。Maybe the only thing is left on the gravestone, it is written Bowman born. 何が残るかと言いますと、墓石に私の名前が残る、その程度。But you see, we know that we are not permanent residents in this world.私たちはこの世に永遠に生きることができるものではないということを誰でも知っているんですね。But the Bible says something very interesting. しかし、聖書は非常に興味深いことを語ります。It says our citizenship is in heaven. イエス・キリストを信じたなら、私たちの国籍は天にありますと、ピリピの手紙の中に書かれてあります。It says that I am a citizen of the eternal kingdom of God. 私は実は今ですね、神の御国の国籍、天に国籍を持つものとして生かされています。So that is why the Bible says, set your mind, set your things thinking about things above, not on these earthly things. ですから、国籍は天にある。だから、この地上のものにとらわれないで、あなたに与えられているものがどんな素晴らしいものなのか、天を仰いでですね、そして生きるようにと、コロサビテの手紙の3章を語っているんです。So,
How can I believe things like this? どうしてそのようなですね、私は永遠の命を持っている、そして神の御国の民、この御国の民とされている、それをどうして信じることができるかということなんです。Think about Jesus Christ. イエス様のことを考えてみてください。Crucified. イエス様は十字架にかけられました。Dying for our sins. 私たちの罪の贖いのために、この殺されて、亡くなられたのです。But the prophecy says one more thing.予言はもう一つのことを語りました。This suffering Messiah is going to resurrect again. 苦しみにあったこのですね、メシアは、救い主は、よみがえるのだということが予言されていました。And Jesus Christ himself goes out and proclaims, On the third day I will rise from the dead. イエス様ご自身が、私はエルサレムに行って、祭司長たちからですね、この本当苦難を受ける、しかしながら、そして殺される、しかしながら私は3日目によみがえらなければならないんだということをマタイの福音書の中でも語ったのです。How can a man proclaim? Yeah, of course I will die. That's no problem. Everyone will die. But...To resurrect, how can anyone proclaim a thing like that? 誰でもですね、私は死にます。誰でも知っているんです。誰でも言えるんです。しかしながら、死んだ後3日目に私はよみがえると、誰が言うことできるでしょうか? Only God could have said a thing like that.神以外にそのような宣言をすることができない、神しかそのような宣言をすることはできないのではないでしょうか。Humanly speaking, impossible. 人間的な考えでですね、人の考えではですね、そんな死んで3日目に死から蘇る、そんなことありえないと考えるでしょう。But the eyewitnesses has written the New Testament. しかしながら、イエス様が3日目に蘇られたのを実際に見た弟子たちが、この新約聖書の中の手紙を書いているのです。And they say, また新約聖書を書いているのです。What we have seen, we write down. 私たちは見たことを今書いているのですということもですね、弟子たちは語っているのです。So you see, here it is not made up stories. ですからこれはですね、作り話ではないんです。Because almost everyone they were facing persecution and death because they proclaimed the resurrection of Jesus. イエス様の十字架と復活のメッセージを携えていった人たちの多くはですね、殉教の死を遂げているんですね。Why do people face death when they just could say, "I was wrong. It was not right. I did not see Jesus resurrect." ああ、私はイエス様の復活を見たなんて言ってましたけど、それは間違いでしたとかですね、否定すれば彼たちは殉教の死を遂げる必要もなかったでしょう。Everyone faced death, but you see, they knew what they had seen.まあ、彼らたちは殉教の死を遂げていきましたけれども、それでも彼らたちは私たちは実際見たと真理を曲げることをなされなかったのです。ですから私は命がけでその福音を伝えたところの弟子たち、その生き方、そのこれを見てですね、私は信じるのであります。No one dies for lies. 嘘のために死ぬ人は誰もいません。No, they knew what they had seen.本当に見たものをそのまま書かれたのです。And that is why I believe that I belong to an eternal kingdom that will never cease. ですから私はイエス・キリストを信じることを通して滅びることのない永遠の王国の一員として今生かされているということをこの思って生きているわけです。My citizenship is in heaven. 私の国籍は天にあるからです。There is just one more point at the prophecy of David. ダビデに対するところのですね、その先ほどの聖書の箇所の中でもう一点予言されたことがあります。And this is not mentioned by the angel. そしてそれはこの御使いによってマリアには知らされていなかったことです。But that was of course proclaimed through the teachings of Jesus Christ later on. しかしながら、イエス様の教えの中にそれははっきりと示されてきます。And all the disciples and Paul, they were writing about the wonderful grace of God. パウロにしても、そして弟子たちにしてもですね、イエス・キリストにあるところの素晴らしい恵みというものをですね、そして神の愛というものを語っておられます。So here, for the first time in the Old Testament, we are reading about God's love.そしてこのですね、ダビデの契約の中で神の愛というものはどういうものであるかということがはっきりこの旧約聖書の中で初めて知らされるのです。And this is such an important subject for every one of us living today. 今日生きている私たちすべてのものに対してこの御言葉の約束はですね、非常に大切なものです。And it says that my love, or some translations has my
grace or my mercy. まあ、口語訳ですと私の慈しみと訳されていますけれども、新改訳は私の恵みと訳し、英語訳は私の愛と訳されています。 And you say, but oh, can the Bible be so different? What is really right? 聖書の訳でそんなに違うのかな、じゃあどの聖書が一番正しいんだろうと思うかもしれません。Everyone is right. 実は全て口語訳も新改訳も英語訳も正しいのです。Because the word in Hebrew, hesed. なぜかと言いますと、そこで用いられているヘブル語はヘセルという言葉で、And that is meaning all those things. その意味は愛でもあり、慈しみでもあり、恵みでもあるのです。And if you would write all the meanings of every word in the Bible, then you will have a thick Bible that you cannot carry in the pocket anymore. ヘブル語のですね、この豊かさ、それをヘブル語ではこれはこう意味しますよと、その意味を全部ですね、いち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 書いていったならば、聖書は今よりもものすごくはるかに厚くなって重くなってですね、持ち運ぶのポケットに入れていくとは無理な状況になってしまうのです。So that is why it's also good to compare many different translations. ですからいろんな訳を見て、あ、こういう意味もこういう意味もあるのかと、それは全てのものがヘブル語の中には含まれていると、私たちは受け止めてですね、このいろんな聖書を読むときにはそのことを心に留めて読むことが大切です。 And if you want to know even more, you can look into the Hebrew dictionaries. もっと詳しく知りたいと思ったらですね、ヘブル語の、このですね、辞書を見たらいいと思うんですね。まあ、ストロングコンコーダンスというのがあって、ヘブル語できなくても番号でですね、調べることができます。So with the internet, it's very important. Nowadays, you know, you just click on one word and the Hebrew comes out all the different meanings. まあ、インターネットでですね、この言葉を出すとヘブル語はこうですよ、でその意味はこうですよ、出てきますということです。But anyway, the most important thing is that that love will never be taken away. この神の愛というのはどんなことがあっても、この神の民からはですね、取り去られることはないという約束なんです。Those who belong to the kingdom of God, they are secure in God's grace. 神の御国に属する者として生きているならば、神の恵みから外れることはない。神の恵みは取り去られることはない。神の愛、慈しみが取り去られることはないということの約束なんです。And it says here, it is based upon a father and son relationship. そして神様は、私は彼の父となり、彼は私の子となるであろうと親子関係を語ったのです。You see, we are married together, and my wife has the same name as me. まあ結婚してですね、同姓であります。名前は名字は同じになりました。But the thing is that we don't have any blood relationship. しかしながら名字は同じになっても血液関係はないのです。I am born in Sweden, she is in Japan. We are very, very different. 私はスウェーデンで生まれ育ち、カナイは日本で生まれ育ち、本当にいろいろですね、違いがいっぱいあります。But the thing is, we have two boys. しかしなら私たちには二人の息子がいます。And they have our blood relationship. 彼らたちはですね、私たちとの血縁関係があるわけです。And that you cannot change that. それはですね、もう変わること、変えることができない関係なんです、ね。So if my son would say, I don't want to have this name Bowman anymore.もしですね、私の息子はもうボーマンという名前はですね、欲しくない。So、I want to become Suzuki. 私は鈴木って名前に名前を変えます。I want to cut all the bands with my family. 家族とはもうですね、縁を切ります。I move to a different country. 私は他の国に行って住みます。But does it change anything?と息子が言ったからといってですね、親子関係は切れることはできないんです。So you can go to the city office in Kitaku and you can look in the annals who gave birth to this son. 北区の区役所に行けばですね、この子の親は誰であるかっていうのはもうそこにちゃんと書類があって消すことができないのです。So you see that point cannot be changed. ですからその点から見て、親子関係というのはどんな状況であろうと、子供が何を言おうと、親が何を言おうと、その関係が崩されるということはないということです。So you can now check the blood type and the blood of my son and check the DNA and you can find out was this son by born by these two.息子のですね、DNA を見ればですね、鑑定すれば誰が両親であるかということははっきりするわけですね。
So you cannot change the DNA. DNA をですね、変えることはできません。Isn't it amazing that the Bible says that the relationship with God's children and God, that's a son and father relationship. 非常に興味深いことは、神様がですね、本当にこの神を信じた者は、神との関係は血縁関係になる。なぜかというと十字架の血ですよね。そうそう、血縁関係、十字架の血によって私たちは贖われて、だから教会はみんな兄弟姉妹と家族ですよね。 So we are belonging to God's family. 私たちは神の家族とされているとエペソの教、エペソの2章で語っています。 And this is a strong relationship. これはですね、血のつながりっていうのは最も強いつながりです。 But the Bible verse says also when he does wrong, he is going to have floggings from men. もし彼が罪を犯すなら、私は人の杖と人の鞭を持って彼を懲らしめるであろうと、彼を懲らしめると言いました。 But my love will never be taken away. しかし私の慈しみを私、ですね、取り去ることは取り去らないと言われました。The NIV translation says here, when he does wrong. 日本語はもしと書いてあるんですけれども、英語は罪を犯した時って言ってですね、もしじゃなくて人間は罪を犯すと知ってるんです。So God is very clear. Man will do mistakes. 人は間違いを犯すという神は知っておられるということです。We are born into this flesh and we can never live.Perfect. 私たちは罪を犯す性質を持って生まれてきているものであって、この一生の間私たちは罪を犯さないで一生を終えるという完璧な人は一人もいないということです。 So when I do wrong, what happens? 私が何か間違いをしたらどうでしょう。 God's love will not be taken away. 神様の愛はなくなってしまうんでしょうか。 This is God's grace. ここに神の恵みがあるんですね。 It's amazing how the grace of God can cover all sins of human mankind. この神の恵みは私たち全てのもののですね、この罪を負うことができる、それほど偉大なものなんです。 So that is not built upon the works of man to be good and trying to do the best you can. この行いによるのではない、救いは行いによるのではありません。もう本当にですね、一生懸命頑張って良い行い、それをしていけば救われる、そういうものではないと言われたんです。 It is all by grace, not by works. 行いによるのではなくて、恵みによって私たちは救われるとエピソビトの手紙の2章でパウロは語ったのです。So this is the amazing grace of God. これが私たち人間には理解できないほど素晴らしい恵みの世界なんです。And isn't it amazing that this was proclaimed 1,000 years before Christ was born? そしてそれがですね、イエス様がご降誕される1000年前にダビデに約束された約束なんです。And Jesus died on the cross to proclaim this wonderful truth of salvation from sin. イエス様は十字架でご自身を十字架にご自身を捧げてくださって、罪の贖いを成し遂げてくださって、恵みと誠はキリストにあって実現したと、ヨハネの福音書1章は語っているんです。So nothing can separate us from God's love. そして神の愛からどんなことをもってしても、私たちをキリストイエスにある神の愛から引き離すことはできないと、ローマ人8章でパウロは確信を持って語っています。 Of course, when we do wrong, we will suffer for our mistakes. まあ私たちは自分のですね、欲やいろんな自分の肉の思いでですね、自分で間違いを犯すことがします。そのことによって苦しむということがあるでしょう。 So if I am not very careful with my money, I lose all my money and you get in trouble.私がですね、お金の管理もちゃんとしなかったらですね、お金を失ってしまって経済的な問題を抱えるということもあるでしょう。 And if you use eat too much or use drugs or alcohol too much, and then of course you destroy your own body. 麻薬をしたりですね、アルコール中毒に、アルコール飲みすぎて中毒になってしまいますと、体に支障がきたされるでしょう。 So you suffer for all those mistakes. 間違いによって私たちは苦しむようなことがあります。 But that is not what God's love is not taken away because of things like this. 私たちは間違ったからといって、本当にですね、この神様の愛というものが取り去られることはないんだよという約束がダビデに与えられていたわけです。 I believe in God's grace. 私は神様の恵みを信じております。 So you see, the birth of Jesus Christ, it's not just a little
child born into a manger. イエス様のご降誕が生まれたのは馬小屋ですね。この貝羽桶の中に小さな赤ちゃんが生まれましたよっていうだけのものではなくて、It has very, very big implications on all of us right now. 実は全人類に対して素晴らしいこの良き知らせ、そして素晴らしいこのですねことが、私たちは私たち全人類にイエス様の誕生というのはこのかかってきているわけです。So praise God, we have a great Savior that was born at Christmas time. このクリスマスの時に偉大な救い主が人となってこの地に来てくださった。それをですね、私たちは非常に深くですね、考える、そのような時ではないでしょうか。So, we end our message here and we pray. 私はあなた方に裁かれたり、人間の裁判にかけられたりしても、何ら意に介しない。いや、私は自分を裁くこともしない。私は自ら顧みて、何らやましいことはない。それで義とされているわけではない。私を裁く方は主である。だから主が来られるまでは、何事についても先走りをしてはいけ、裁いてはいけない。主は暗い中に隠れていることを明るみに出し、心の中で企てられていることをあらわにされるだろう。その時には、神からそれぞれに誉れを受けるであろう。愛する天皇お父様、本当にこの自分の義に生きていた時のパウロは、本当に神の義を知らずに本当に人を裁き、そして本当に神様、この神の義を知らず、神の恵みを知らずに生きておられましたけれども、神の恵みと神の愛を知った彼は、私たちは間違いを起こしても、それでも私たちは本当に十字架があるので、そこにおいてこの全生涯の罪、間違いは支払われているので、私たちは自分自身を裁くことをするよりも、そこの十字架を見上げて恵みの中に生きる、そのことの秘訣をここで語っておられることを覚えて感謝いたします。私たちは本当に神様、主から本当に誉れを受けるものとして生かされている。私たちの間違いや罪は十字架でもすでに支払われている。罪の増し加われるところに恵みも増し加われると、ローマ人の手紙の5章でパウロは語りました。どうぞ私たちが罪を犯したり間違いをした時には、はばかることなく恵みの座に出て、そこにおいて神様ご自身にその失敗や間違いを告白するとともに、それを主の手に委ねて、十字架によってそのことはもう処理されているという信仰のもとで、イエス様ご自身が全てのことを愛働かせて益としてくださる。間違いさえも私たちが主の手に任せるならば、それを主の栄光へと変えてくださる偉大な神、その恵みの深さを私たちが知って生きることができますように、このクリスマスの時に主を、あなたご自身の見上げ、あなたご自身によって成し遂げられた恵みと誠は実現したという御言葉の中に生きることができますように、主をどうぞ助けてください。イエス様の名前を通して感謝してお祈りいたします。アメン。今ルーリコは続けて、イエスキリストは私たちの心の扉を外立って待っているという曲を演奏しています。まあ、最後に私もこのようなメッセージの後、もしかしたらこの神の国、あんまり考えたことないこの家の後についても、今日初めて聞いたことあるかもしれない。この恵みの世界、今日この世界が開けます。このあなたもこの罪の許しと恵みの世界も入ることはできます。この歌の歌詞は、イエス様は私たちの心の扉を外立って待ってる。彼は暴力的とか強制的に私たちの人生入ることはできません。なぜというと、私たちはみんな自由意志持ってます。でも今日、もしかしたらこのドア中から開けて、イエス様、私の人生の中に入ってくださいという祈ることもできます。私は簡単な祈り、これから2回ずつ祈りますけれども、イエス様、もしあなたもこの祈りを参加したいなら、祈ってみて、静かでもいいから心の中に祈ってみてください。幸福な祈ってみて、イエス様、私の心の中に入ってください。イエス様、私の心の中に入ってください。
私の間違いと罪許してください。私の間違いと罪許してください。恵みと平安与えてください。恵みと平安与えてください。あなたの永遠の希望も与えてください。あなたの永遠の希望も与えてください。イエス様の名前によってお祈りします。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。感謝します。あなたは生きておられます。私たちの祈りも聞いてくださる方でもあります。イエス様、今日祈った方が、イエス様あなたはよくご存知です。心から祈った方が、この素晴らしい永遠の地と恵みの世界も素晴らしいクリスマスプレゼントを通して持つことはできます。イエス様、みんな祝福してください。この教会も祝福してください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。多分この地上では、こんなに素晴らしい、メッセージや音楽を聞くことはできないだろうなって、そう思いました。まあもう本当に素晴らしい音楽と素晴らしいメッセージで、私も本当に嬉しく思い、もう喜びあふれました。ありがとうございます。分かりやすかったですね。クリスチャンは天のお父様って、
呼ぶの、それは血のつながりがあるって。でもね、私ね、もう先生長くこう、この、お交わさせていただいてますけどね、どうしても信じられないのは、先生ご夫妻の血のつながりがないというのはちょっと信じられないような気もいたしますが、パスポートの話もありましたが、我が国籍は天にありって、これ聖書の素晴らしいことはこれあるんですよ。実はこれ教会のお墓なんです。皆さん、私たちの教会のあそこにですね、我が国籍は天にありって、素敵でしょう皆さん。これ実は私たちの教会の主任牧師武井先生も9月にお亡くなりになり、先月納骨式をしたばかりでありますが、皆さんですね、イエス様を信じて心に、そして洗礼を受けた、こんな素晴らしいお墓に入ることができる。これでね、もうここは武井先生と同じ墓に入れるって、まあ、そういうメッセージじゃないですね。こんな狭くて暗いところで先生お久しぶりですなんてやってどうするんですか。皆さん、墓の向こうがあるんですよ。墓の向こうがあるんです。で、先生言われたじゃないですか、イエス様は死ぬために生まれてきたお方だって。私のためにですよ、死ぬために生まれてきた方、それは私たちが生きるために死ぬことができるようになるためですよ。皆さん、私たちも墓を越えて、なぜキリスト教のお墓明るいかって、素敵かって、葬儀もそうなんですが、それはね、これから生きるからなんです。ですから天でまた武井先生とお会いしたいと、私もそう今日ですね、嬉しくなりました。ぜひ皆さんもこのクリスマスですね、飾りではないクリスマスは、本当に誠のイエス様を皆さんの心の内にお迎えしてですね、イエス様を信じて、この生きていただきたい、そしてまた天でお会いしたいと、そう思うんですね。クリスマスツリーがもう街中飾られていますが、一番上にある星、あれダビデの星っていうんですね。今日ダビデのお話がありましたが、クリスマスストーリーの中では東方の博士たちも星に、夜空に輝く星に導かれてエルサレムに来るんですね。そして幼子に会うわけでありますよ。今日先生一つの星となってくださったかなと、コロナ禍の中で私たちも戦いがある、やがて老いて死んでいく、そのような暗い中にあっても一つの星として、私たちを2000年前東方の博士たちを、あるいは羊飼いたちをイエス様のところに導いたんではない、あなたを、私を導くために一つの星となって、私もイエス様に会うために導いてくださった、そんなクリスマスの星のような、そんな気がいたしました。最後に一つの賛美歌を持って終えたいと思いますが、教会は日曜日の朝礼拝するのは、イエス様が日曜日の朝よみがえられたからです。生きておられる方に会うことができる、私たちもここでぜひですね、クリスマスはもう終わったみたいに思っちゃうかもしれないですけど、これからでありますので、来週がクリスマスですね。ぜひこの東方の博士たちと一緒に、皆さん今日そしてこの旅を続けて、あなたもこのイエス様に出会っていただきたい、そう願うのであります。ご一度ご起立くださいまして、最後に素敵な賛美歌です。もろびとこぞりて賛美いたしましょう。恋に願くは、主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊様の親しき御交わり、我ら一同と共に、いつもいつまでも
限りなくあらんことを。アーメン。どうぞご着席ください。まずは今日2回目のこれがご奉仕なんですね。先生2度午前中午後とメッセージ、また素晴らしい音楽を届けてくださいました。先生ご夫妻に大きな拍手をまず感謝を送りたいと思います。プログラム、お手元にありますプログラムから少しご案内させてください。実は来週がクリスマス礼拝となります。皆さんのお手元のこのプログラムにはですね、通常の教会の礼拝の時間日時等が記されていますが、現在コロナ禍の中にありましてですね、感染防止のために、ほとんどの集会が礼拝以外はほとんどの集会が自粛させていただいております。ネットで見ることはできますが、現在ですね、日曜日の朝9時、そして11時、そして3度目午後1時と、3度、2時間ずつ9時、11時、1時と日曜日3度、ここで1時間の礼拝を捧げさせていただいております。ネットでも参加することができます。子どもの日曜学校も現在自粛していることでございますが、どなたも参加できます。第2礼拝11時の礼拝だけは、ネットホームページの方で予約が必要です。クリスマスを前にしておりますが、どうぞ皆さんぜひですね、このクリスマスまたイエス様のご降誕をともにお祝いしていただければと、そのようにご案内申し上げたいと思います。今日礼拝でありますが席上献金ございません。入り口の方にですね、献金箱と書かれた献金木の献金箱ございますので、献金の方また感謝等ありましたらですね、そちらの方にお入れくだされば、また今日パンフレット教会の案内と受け取った方、中にアンケート用紙がありますので、それをお書きくださったら献金箱の方に、そのアンケート用紙も遠慮なくお入れくだされば、そのように、思います。お出口入り口の方にですね、入り口の左右に先生の、先生ご夫妻の CD を4種類ございます。4種類どれも違うものでありますが、1,2,3,4 とこちら側から出口に向かって1,2,3,4と並んでおりますので、1枚どれも税込み3000円ですので、密にならないようにあらかじめご用意されてですね、お買い求めいただければとそのように思います。それは出口に向かって左側のテーブルでございます。また先生写真家でもございますので、来年度の美しいカレンダー、教会の案内も入れさせていただいているんですが、これは税込み700円で、これは右側の方のテーブルで販売させていただいております。またですね、先生が写真集も今日お持ちくださいまして、1500円でよろしかったでしょうかね。写真集も CD と同じテーブルにございますので、それもご利用いただければと思います。今日来られて聖書に興味が持たれた方はぜひですね、また礼拝にお越しいただきたいと思いますし、また入り口の方にですね、リビングライフという、これ聖書ってどこから読んでいいのかわからない、何が書いてるかよくわからないという方はですね、最適なもので、これもう1月号が来てるんですが、650円です。税込みで650円、どなたもお買い求めできます。初めて見たらいかがでありましょう。でたまたまですね、っていうかこの1月1日はマタイの福音書から始まりますので、始めるにはもうベストではないかなと。クリスマス号も置いてありますので、どなたももしご興味ありましたらお買い求めいただければとそのように、思います。
ットアナウンスメントよろしいでしょうかね。このあとですね、また密にならないために分散解散といいますか、少し、時間差を持って解散させていただきたいと思っております。一応10分はこのところ10分後に平常となっておりますが、なるべく速やかに、お帰りいただければとも思いますし、お帰りの際ぜひですね、ソーシャルディスタンスをお気をつけて、また入り口のところでまた消毒液がございますのでご利用くださって、どうぞ安全で、お帰りいただければとそのように、思います。最初ですね、両サイドの、皆様から、お立ちいただいてお帰りいただくこととなります。先生ご夫妻は後ろの方におられますか。で、今日はですね、東京会にはお医者さんも何人かおられましてですね、ご指導いただきまして、CD のサイン会は本日は、キャンセルとさせていただきました。まあ、でもですね、来年また来てくださいますでしょうから、先生もう来年はですね、表にも裏にも何ぼでもサインしていただいてですね、いただければよろしいかと思います。本日はこのような中、皆さん多くお越しくださいまして心から感謝申し上げます。良い年末年始をお迎えくださいますように。